イオンヤゴト店は愛知県名古屋市昭和区広寺町にあるショッピングセンターである。旧名称はジャスコシティヤゴト北王子路三人の器などで知られていた料亭発祥館がその敷地を活用してヘラルドグループと共同で開発したジャスコヤゴト店が1973年12月に開業したのが始まりである。このジャスコヤゴト店は1992年4月まで 営業を続け、増床を行う構想を断念して、一旦閉店となった。その後約115億円を投じて建て替えを行い、1993年9月21日に新装開業した。建て替え後の建物は地下3階、地上5階建てで、延べ床面積は約6万1603平方メートルとなった。当店は名古屋市東部の文京。 住居地区である矢ごとに立地しており、地下1階が食品売り場になっている。2011年3月1日にイオングループの GMS をイオンに店名統一することに伴って、当店もイオンに改称した。2014年9月12日に4階を高齢者向けのフロアを開設するとともに、専門店の数を45店舗から75店舗へ増やすなどの大規模な改装を行い、 イオン火災店に続いて東海地区では初となるグランドジェネレーションストア業態として新装開業したイオンヤゴト店の他に75の専門店が入居している出店店舗全店の一覧詳細情報は公式サイトイオンヤゴト GG モールその他専門店のご案内及び専門店連絡先イオンヤゴト専門店とイベント情報を参照 地下鉄、ヤゴト駅3番出入り口からの直通入り口詳細情報は公式サイトを参照。かつてのジャスコヤゴト店かつてテレビ愛知で放送されていたジャスコシティヤゴト医者提供のミニ、番組群、ありがとうございます。